プロ野球のスピリッツ。名古屋ドームです。ベースボールファンの皆さん、こんばんは。オールセントラル対オールパシフィック、そのゲームの模様を各選手のコメントを添えながらお届けします。今日の解説です。まずお一方目、1954年1月8日が誕生という田尾康之さん。そしてお二人目、中日時代は背番号17、ロッテでは27をつけていました、牛島和彦さん。お二方どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよプレイボールまであとわずかです。オールセントラルの先発ピッチャー井川、さあどんなピッチングを見せるのか。謙虚さの中に大きな自信、甲子園のマウンドで躍動する寡黙な虎の大黒柱井川慶。エリートコースを歩んできた男が試合に出れない悔しさを知り、新天地で蘇った。今年新たな大地は彼をどのように変えるのか。天才打者坪井友近。初球見送っていきます。ワンストライクです。さあバッター坪井、さあ次はどう攻めるか。低めのボール打って、これは低い当たり、ラインギリギリ、これはファウルボール。果たして3球勝負するのか。3球三振、空振り、3球で蹴りをつけました。右打者として驚異の3割5分を記録し、最多安打を獲得、21本塁打を放つなど長打力まで身につけ、まさに完全無欠。攻守ともに痛烈な打球、初球狙った。あ、これは足の前、取りました。いい当たりしてんですけどね、もったいないですね。はい、そうですね、驚異的なフルスイングでボールを葬る球界最強スラッガー、豪快にして鋭敏な威圧感に満ち溢れた打撃を今ここに。天候一滴、小笠原道博。最初は内から入りました。ここは1球外します。2投目、真ん中打って打球は右、抑えた。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。1回の表終了、オールパシフィック無得点で攻撃を終了しました。そしてオールパシフィックの先発ピッチャー松坂、さあどうでしょうか。唯一手にしていなかった最優秀防御率の称号を手に入れ、また一歩進化した平成の怪物。今年こそ自らの右腕で優勝の荷物をつかむことができるか。大エース松坂大輔、誰にも真似できないバットコントロールで安打を積み重ねる虎のリードオフマン。積極的な打撃が魅力、日本一の初球スナイパー今岡誠。まずは初球見送りました。大腕2球目です。大きく枠を外してきます。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割4分、内へのボール打った、セカンドゴロです。一塁送球、一塁これはアウト。さあ内島さんにお聞きしましょう、今は何のボールで打ち取りましたか。ストレートなんですけど、速いボールですよね。はい、どこから攻めるか。ここは見ていきます。ワンナッシングです。バッター赤星、2球目はどう攻める。外へ、これは決まった、ツーストライクです。さあここはどうリードするんでしょうか。3球で決まった。いや、大きいカーブでしたよね。はい、全ての球を弾き返す圧倒的までのバッティングをもはや封じる術はなし。セントラルリーグ、いや日本一のバットマン福留孝介。さあオールセントラル、今日のヒーローは果たして誰でしょうか。最初の1球、強烈な打球、初球しっかり捉えた、ワンバウンドヒット、落ちました。ツーアウトからのヒット、福留レフトへのヒットになりました。ここぞの場面で結果を出せる球界きっての勝負師、ドラマを作れる千両役者清原和博。
初回からヒットを許しています。いきなり牽制、タッチしましたが一塁はセーフ。昨年の数字が出ていましたが2割9分、そして打点の数が68となっています。最初は見ていきます。149キロです。次の回2球インコース決めました。いいスイングしてんですけどね。はい、はい、さあ勝負するんでしょうか。あっと見逃し三振、スリーアウト。これはバッター見送りました。1回の表裏終了、オールセントラル無得点に終わっています。さあオールパシフィック、次の攻撃は4番から始まります。なぜあれが入るんだ。投手の声が虚しく響く、驚異の飛距離を叩き出す筋肉バズーカー砲、パワーイズジャスティス、アレックス・カブレラ。さあ初球は変化球から入りました。タイミングが合いません。さあ第2球、あっと打った。これはセカンド、セカンドが取ります。一塁へ、一塁はアウトです。カブレラセカンドゴロに終わっています。野村克也以来となる捕手フルイニング出場に3割30本100打点も達成。シーズン MVP を獲得し、アテネ予選でもマスクをかぶった、今や名実ともに日本一の恋女房、城島健二。初球は際どいところに来ました。ノーワンです。どこに構えるか。高め外れてボー。牛島さんにお伺いしましょう、今日のピッチングはどうでしょう。チェンジアップが良さそうですね。さあ次の3球目、あっと打ちました。あっと破りました。センターへのヒット、ヒットになります。最初のヒット、城島センターへヒットを打ちました。一時首位打者争いを演じるまでにモデルチェンジした打撃と強肩を生かした二塁守備でチームになくてはならないホークスの顔、今年は新たな目標に羽ばたけるか。井口忠人、先ほど昨シーズンの成績が出ておりました。3割4分、そしてホームランの数が27となっています。まず変化球を見せてきました。ワンストライクです。ヒットのランナーを許しています。さあ牽制、一塁はセーフです。なおもワンアウトです。これも牽制、タッチして、これは一塁セーフです。今日最初のバッターボックスに入っています。2球目、鋭い打球、左への打球、レフト線に上がった。三塁線わずかに左、ファウルボール。さあ3球目はどう攻める。低めを打って、これはショートになります。2塁はフォースアウト、1塁もアウト、ダブルプレイ成功、スリーアウトチェンジ。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。2回の表終了、オールパシフィック、最後はダブルプレーに終わりました。さあオールセントラル、次の攻撃は5番からということになります。軽く当てても簡単にスタンドに運んでしまうパワーは本物、グラブさばきのうまさも光る拓来の大砲、ジョージ・アリアス。2回の裏、オールセントラルの攻撃、どこから行くか。まずは見送りました。いいところへ決めてきます。昨年の数字が出ていましたが2割6分5厘のアウト、そして放った本塁打の数38となっています。今度はまっすぐ来ました。まあインサイド見せられましたからね。はい、打っていった、右方向へ、抑えた。そのままキャンバスを踏んでアウトになります。アリエスファーストゴロに終わっています。強靭なディスクを生かし宇宙間に強烈な打球を放てる現役最高の広角打者、新岡智博。どこから行く。初球はストレートから入りました。ワンストライクノーボール、ワンアウトランナーはありません。このボールはインコース際どい、2つ見送って2ストライク。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。さあこの当たりはピッチャーの横、ファーストへ、1塁、これはアウトです。2を、セカンドゴロに終わりました。ボールを点で捉えることのできる球界屈指のバットマン、不言実行、侍前田智則。前田、15回目のシーズンを迎えています。さあ初球です。まずはストライク。どうですか藤島さん、今日のピッチングはどうですか。まあストレートいいですね。2球目はどう攻める。あっとまっすぐ、もうストレート来てますよね。はい、果たして3球勝負するのか。あっと三振、スリーアウトチェンジ。これはバッターは手が出ません。2回の裏を終了、オールセントラル3人で攻撃を終了しています。さて0対0のまま3回に進めていきます。長崎で生まれ、福岡で育ち、大阪、ニューヨーク、サンフランシスコ、ニューヨーク、今度は北海道、背番号は1です、新庄剛志。最初はストレートから来ました、ボールにしてきました。ここまでは両チームともにヒットは1本となっています。さあどうでしょう、緩いボールできました。さあ牛島さんにお聞きしましょう、今日のピッチングはどうでしょう。しっかりね、ガーッと打った、素直なバッティングはセンターに抜けます。
さあノーアウトのランナーが出ます。新庄センターへのヒットが出ました。新庄最初の打席でヒットが出ました。どんな難しい当たりもなぜか正面で取ってしまう卓越した守備能力、そのあまりの守備範囲の広さに。ファーストランナースタート、投球ストライク、二塁へ送球、これはセーフ、スチール成功です。名古屋ドームから実況生中継で熱戦の模様をお送りしています。当てただけ、ちょっと打たされましたかね。取りました、これでワンアウト。藤島さん、まあアウトになりましたがボールは何だったでしょう。ストレートですね。はい、さあ打順が移っていきます。松崎、このチャンスは生かしたい、勝ち越しのチャンスです。バントしました、取りました、これでツーアウト。松崎、キャッチャーフライに終わりました。これで打者一巡となります。すごい勝ち越しの場面で打順が回ってきました。0対0、まだ得点はありません。どこから狙うか、初球は手を出しません。コーナーにね、決まってますよ。はい、次の第2球、今度はストレート、ワンエンドワン。2回目の打席はどうでしょうか。次が3球目、これはスライダーで決めました。カウント2エンドワン。次の4球目、変化球打って上がったがどうだ、ワンバウンドヒット、中継に入る、バックホームする。さあセカンドランナーがホームインしました。1対0、先制点はパシフィック、先制点を入れました。そして次の2番谷、バッターボックスに向かいます。さあランナーは一塁になっています。どこに入れてくるんでしょうか。まずは簡単にストライクが来ました。カウント1ストライクノーボールです。タッチしましたが一塁はセーフ。さあバッター谷、また牽制、タッチしてこれは一塁セーフです。今日2回目のバッターボックス、さあどうでしょう。あっと強烈な当たり、これはレフト線に上がった、ラインの外、今のはファウルです。キャッチャーのサインが打って、さあこのゴロはどうだ、取ってファーストへ送ります。一塁アウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終了、しかしオールパシフィック1対0先制しました。さあオールセントラル1点を追いかけます。打撃にリードにチームを支える大黒柱、スワローズフィールドの監督にして球界の頭脳、古田敦也。古田、プロ野球生活も15年目となりました。さあ初球です、ここは見ていきます。ワンストライク、8番バッター古田、次のボールは打っていった、左へ取りました、一塁へ送ります。一塁、これは余裕があります、アウトです。古田サードゴロに終わりました。ピッチャーに回ります。宇川、このゲーム最初のバッターボックスになります。何から持ってくるか、初球外に来ました、これは全く手が出ません。さあ第2球、インコースはどうか、カウント2ストライクノーボールです。さあ次のサインは、このまっすぐは外れました。バッター我慢しましたね。はい、はい、次が4球で変化球打ちました、これはセカンドになります。一塁はアウトです。宇川、ピッチャーゴロに終わりました。この回打順が一巡してきました。今岡、バッターボックスに向かおうとしています。1投目はどうでしょう。初球ストライクを取りました、思い切って投げてきます。2球目です、これは決まりました、打ちへ2つ続きました。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。この球は外れています、バッテリー外してきます。さあ4球目、高めのボール球、手を出した、内側ですけどね、ちょっと差し込まれましたね。取りました、スリーアウトチェンジ。3回を終了、オールセントラル2得点で攻撃を終了しました。さあオールパシフィック、この後クリーンアップの登場です。4回の表、オールパシフィックの攻撃、この回クリーンアップから攻撃となります。小笠原、左のバッターボックスに入ります。その初球は変化球でした、バッテリー1球外してきました。このボールはまっすぐ持ってきました、ボール2つ続きました。さあ3球目は、今度はスライダーを持ってきました、ワンエンド2です。バッティングカウントになった、さあこれは痛烈だ、セカンドゴロです。一塁、これはアウトです。小笠原、セカンドゴロに倒れました。そして次の4番カブレラ、バッターボックスに入っています。さあ初球です、これも痛烈な台、低い当たりになった、あっとワンバウンドヒット。さあランナーがここで出ます、カブレラ、センターへのヒットになりました。カブレラ、1本目のヒットが出ました。依然ワンアウトです。初球です、最初は高めに持ってきました。さあワンボール、ワンアウトランナー1塁です。この球はどうでしょう。これも強い当たりだ、ファーストランナー2塁回った、打ったバッター1塁を蹴った、中継のショートへ。
これはショートにエラーが記録されます。そして6番井口、そのバッターボックスとなります。ちょっとね点差広げたいですけどね。ワンアウトランナー3塁2塁です。さあタオさんにお聞きましょう、ここはどうすればいいでしょう。まあ、どうやって点を入れて、これも痛烈な打球、いけた、間をきれいに破りました。セカンドランナー3塁を蹴った、まず1人ホームイン。さあショート中継、今セカンドランナーもホームイン。3対0センターへのタイムリーヒット、2点を追加、その差は3点になりました。そして次の7番新庄、バッターボックスに向かいます。バッターの7番新庄、これは1塁セーフになります。得点差は3点、オールパシフィックがリードしています。タッチしましたが1塁はセーフ、まだワンアウトです。さあ最初の1球、初球スライダーで入りました。これではバットが出ません。2球目です。高めの球は外れてワンエンドワン、平行カウントワンエンドワン。さあ3投目、あっと当てるのが精一杯、取って、あっとファーストランナーは1塁アウト、3アウト。4回の表が終了、しかしオールパシフィック2点を追加、3対0リードを広げています。さあオールセントラル、この後2番から始まります。4回の裏オールセントラルの攻撃、オールセントラルの先頭バッター赤星、バッターボックスです。第1球は変化球打った、右への打球になりました、抑えた、これは1塁アウトです。赤星ファーストゴロに終わりました。打順が移ります、福留バッターボックスに入ります。さあ1投目、初球を叩いた、ファーストへ送ります、これは1塁アウト。福留セカンドゴロに終わりました。次のバッターに変わります。清原ミニバッターボックスに入ります。まずは変化球から入りました。牛島さんにお聞きしますが、今日のピッチングはどうですか。いいスライダー投げてますよね。さあ3球目は、これも鋭い当たり、打球はセンターへ、大きい大きい、いったー、間違いありません、おーむ、しっかり捉えました。素直に打ち返した打球はライトスタンドに消えていきました。4回の裏、この試合初めてのホームランが出ています。チームメートの待つホームに向かっています。今ホームに戻ってきました。3対1、さあ今のプレーご覧いただきましょう。そして次の5番アリア、バッターボックスに向かっていきます。2アウトランナーはありません。第1球はどうか、初球から入れてきました、ワンラッシングです。2球目はどうか、やっと変化球、さあ2ストライク追い込みました。次の配球は外、2球続きました、2エンド1。さあ第4球、打たされました、取って、これで3アウト。4回の裏を終了、しかしオールセントラル1点を返しています。3対1、2点差にしています。さて試合は2点差となって5回へと進めてまいります。5回の表、オールパシフィックの攻撃、そしてこの回の先頭小坂、バッターボックスに入ります。初球見送っていきます。いや厳しいコースですけどね。はい、さあ第2球打って、打球はセンターへ上がった、今岡下がった下がった、ここでヒットが出た。田尾さん、今のはどうでしたか。これ真ん中にカーブがね入ってますからね。はい、1投目はどうでしょう。最初はストレート持ってきました、ボールカウント1ストライク。次のボールは、さあバントが上、すでにボールの下に入っている松坂、ピッチャーフライに終わりました。そして打順がトップに帰っていきます。すごい左のバット、アウトコース打って、右への打球です、取って2アウトになりました。すごいファーストフライに終わりました。そしてバッターは2番谷、バッターボックスに向かっていきます。まずは初球ストライク、まあでも厳しいコース行ってますよね。はい、このボールはどうか、ストレート、取った、一塁に送ります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。5回の表が終了、オールパシフィック0点で攻撃を終了しました。さあオールセントラル、この後6番から始まります。5回の裏オールセントラルの攻撃、オールセントラルのトップバッター2億打っていった、1・2塁間はどうだ、ファーストへ送ります、1塁はアウトです。2億セカンドゴロに倒れました。下位打線に回ります。前田、左バッターボックスに向かいます。初球を投げてストライク、ワンストライクです。第2球、ガッとこれはいい当たりだ、打ち上げてセンターへの打球、新庄落ちた、ワンバウンド、逃げた逃げた、さあ連携プレー見せるか、2塁へ送ります、ツーベースヒット、前田、右中間へのツーベースになりました。
して次のバッターを迎えます。古田、ランナーを返したいこの場面となりました。バッター古田、何を投げてくるか。初球スライダーできました。もう1、どこに構えるか。決めてきました。148キロです。さあ第3球、高めを打ちました。右へ上がった、ファウルです。さあ次の4球目は低めを打ちました。左への打球になりました。ファーストへ、一塁アウト。ランナーその間に三塁へ。これで2アウト、ランナー三塁に変わりました。そして打順はピッチャーに回ってきました。井川、そのバッターボックスです。いい形でね、チャンスになりましたよ。インコース、これは入りません。2つインコースに来ました。さあ3球目、あっと今度は外、2ストライク1ボール。さあ4球目、変化しました。鍵はピッチャーの横、取りました。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ちょっとランナーがね、もったいなかったですね。はい、A、さあオールパシフィック、次の打順はクリーンナップから始まります。6回の表、オールパシフィックの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。小笠原、バッターボックスに入りました。まずは初球、大きな打球になった。右へ行った、これは文句なし、ホームラン。初球を放り込んだ。満員の名古屋ドーム、あっという間にライトスタンドに飲み込まれました。6回の表、ホームランを放ちました。さあこの勢いでその差を開いていきたい。そして今ホームイン、4対1。さあベンチへと向かっていきます。さあ今のプレイ、もう一度見てみましょう。そしてバッターは4番カブレラ、右のバッターボックスです。さあバッターカブレラ、まずどこに構えるか。ストレートを打って打球は左、ちょっと高かったでしょうか。奪った三振の数が1となっています。2球目はどうする。今度もいい当たり、抑えた。一塁に送ります。一塁はアウト、余裕がありました。カブレラ、サードゴロに倒れました。そしてバッターは5番城島、バッターボックスに向かいます。どこから狙うか。これも強い当たりだ。打球はレフトへ上がってどうだ。ワンバウンド、ヒットになりました。さあ塁に出ます。城島、レフトへヒットを放ちました。オールパシフィック、ここまで放ったヒットの数が8となっています。ここまで4点を許しています。どこから行くか。ファウルボール、取りました。これが今日3回目の打席。さあ次のボールは、これはストレート、ワンエンドワンになりました。さあバッタータッチして、これは一塁セーフです。この前の第2打席、追加点となるタイムリーヒットを打っています。あっと打ちました、抑えた。あっ、ファーストランナーが飛び出している。アウト、一塁アウトで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。しかしオールパシフィック1点を追加、4対1、リードを広げました。さあオールセントラル3点を追いかけます。6回の裏、オールセントラルの攻撃。この回はトップからの打順ということになります。今岡、右のバッターボックスに入っています。2投目は痛烈な当たり、レフトへ上がった。谷、ボールを追っていきます。さあヒットになった。さあバッターランナーは2塁へ、ショートが中継。さあセカンドベースも回る。サードへ、サードへ、ツーベースヒット。今岡、センターへのヒットが出ました。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか。赤星、そのバッターボックスとなります。いきなりツーベースのランナーを許しています。あっと低めいっぱい、ボールカウントツーストライク。さあ次はどうするでしょう。打っていった、ちょっとバットが出てしまいました。さあ次の4球目は決まった、三振。外のボール、見送って三振です。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか。福留、その注目のバッターボックスです。今日は6回途中までを投げて許したヒットが4本、この回1本打たれています。このボールはどうか。アウトコース、ツーラスイングです。キャッチャーのサイン、速いボールできました。さあカウント2エンド1。さあ第4球、まっすぐを打って、これはキャッチャーの前だ、取りました。それで2アウト。福留、キャッチャーフライに倒れました。そしてホームランを期待できるバッターの登場となります。清原、そのバッターボックスです。さあ最初の1球、外のボールが打っていった、左へ、取って3アウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。オールセントラル無得点で攻撃を終了しました。さあオールパシフィック、次の攻撃は下位打線からとなります。7回の表、オールパシフィックの攻撃。オールパシフィックの先頭バッター新庄、バッターボックスに入っています。さあ3回目のバッターボックス、
変えますね。オールパシフィックですが、左のピッチャーに左のバッターをぶつけてきました。1投目初球狙って、これはいい当たりだ。この当たりは右中間に上がった。しかしこれは正面、取ってワンアウトになりました。まあ、でもバッティング自体は良さそうですね。はい、はい、この試合の奪三振の数が1となっています。ピンチヒッターですよ。さあオールパシフィック、続けて代打を起用します。球界屈指の俊足と柔らかいバットコントロールから繰り出される打撃で一躍全国区に躍り出た期待の俊英、勝間の一郎の名は伊達じゃない、川崎宗則。さあ次はどこへ行った。これはまっすぐ、ワンストライクワンボール。3球目、高めのボール打ちました。これはファウルグラウンドだ。ファウルです。さあ次の4球目は変化球、右方向。ここはね、当てただけですね。取って、これでツーアウト。さあ、藤島さん、今は何のボールで打ち取りましたか。スライダーですね。どうですか。早くもツーアウトにしています。ああ、代打いきますね。さあ、オールパシフィック、ここも代打を送ってきます。序盤つまずいたものの、終わってみれば3割4分6厘、30本という驚異の成績。またもスケールアップして、強烈な打球、初球しっかり捉えた。これはセンターへ、伸びている伸びている、頭上を破った、越えていきました。さあバッターランナーはどうする。ツーベースヒット。さあ田尾さん、今のバッティングはどうご覧になりましたか。そりゃ真ん中投げたら打たれますよ。そうなんですね。いい場面で打席が回ってきました。すごい、そのバッターボックスとなります。初球簡単にストライクを取ります。ボールカウントワンストライク、どこに構えるか。変化球、小さなフライ、右に持っていった、右中間に上がった、取りました。これで3アウトチェンジ。さあオールセントラル、3点を追っての攻撃です。オールセントラルファンの皆様、より一層ご声援くださいませ。オールパシフィック、今日最初のピッチャー交代です。杉内、3点リードの場面で登板となりました。さあどんなピッチングを見せるのか。芸術的な縦のカーブがその日の調子。7回の裏、オールセントラルの攻撃返します。この回の先頭アリアス、バッターボックスに向かいます。バッターの5番アリアス、この球はどうでしょう。さあこの当たりはあっと抜けた、綺麗に破ります。ランナーが出ます、ノーアウトのランナー。さあ田尾さん、今のちょっとカットボールがね、甘くなりましたね。はい、最初は見ていきます。さあカウントはワンナッシング、はい、外の次は村本、直球で追い込みました。一塁はセーフです。ピッチャー有利になったが、決まった、三球三振。ここはバットが出ません、三振です。1投目はどうでしょう。変化球打って、これはピッチャーの横、ピッチャー取りました。2塁はアウト、1塁はセーフ。ここはね、併殺で終わらせたかった場面ですよね。そして打順が変わります。古田、右のバッターボックスに入りました。バッターは8番古田、2球目ドンピシャのタイミング、センターへ上がった。柴原、綺麗に破った、深々と破りました。さあショート中継する、ファーストランナーサードベースを蹴った。このバックホームはどうか、あっとランナー挟まれた。三塁へ送ります。タッチアウト、スリーアウトチェンジ。7回の表裏を終了、オールセントラル得点がありません。さあオールパシフィック、この後2番から始まります。オールセントラル2番手ピッチャーを送ります。三浦、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。狙ったコースにボールを投げ込む、投げる精密機械、浜の番長三浦大輔。バッターの2番カリ、まず初球まっすぐ落ちました。この打球はレフトです。前田、後ろに下がった、下がった、あっと抜けた、頭の上を越えた。ショート中継するが、これは二塁間に合わない、ツーベースヒット。田尾さん、今のバッティングはちょっとね、期待に応えたいこの場面。小笠原、さあバッターボックスです。どう組み立ててくるか。まずはボールから入りました、ボールにしてきました。変化球決まってワンエンドワン。ちょっとね、一発狙ってんじゃないですか。あっと、これはいい当たりだ。これはセンターへ上がった。ちょっと勢いがない、勢いがないか。サードどうか、
これでワンアウト、ランナー変わりありません。そしてホームランバッターの登場です。カブレラ、このバッターボックスとなります。初球、村本インコースに来ました。ボールカウントはストライク。これは高め。ワンエンドワンです。次が3球目。打って。今のは変化球、打たされてしまいましたね。取りました。ツーアウトになっています。ここはバットで結果を残したい場面。さあ、どうでしょうか。城島、さあ、バッターボックスです。このゲームの解説は田尾康さん、牛島和彦さん、お二人がお送りしています。ファールになりました。さあ、追い込んだ。あっと打ちました。取って、これで3アウト。ゲームは8回の表を終了。オールパシフィック。2得点で攻撃を終了しました。さあ、オールセントラル、3点を追いかけます。点の欲しいこの場面、オールセントラル左のピッチャーですが、左のピッチターを送ります。この回勝負と見てんですかね。通算本塁打スケット最多の288本、伊手前打線の中核を担った男、パフィーローズ。最初の1球、まずは初球ストレート。牛島さんにお聞きしますが、今日のピッチングを見てどうですか。今のストレートもいい。できました。左方向、ショート取った。一塁送球、一塁、これは余裕があります。アウトです。ローズ、ショートゴロに終わっています。バッター、今岡、右をバッターボックスに向かっています。今日4回目のバッターボックスに入っています。オールパシフィック、3番手ピッチャーをマウンドに上げます。ミラバ、ワンアウトを取ったところでの登板になります。さあ、そのピッチングはどうか。昨年は上げ、ワンアウトになりました。第1球は初球を叩いた、バウンドして取ります。いい当たりでしたがサードゴロです。一塁、これは悠々アウトです。次のバッターに変わります。高橋、バッターボックスに入ります。さあ、どこから来るか。最初のボールを決めました。ワンストライクノーボール。この回まずバッター2人を打ち取りました。2投目は外のボール打ちました。これはファーストにエラーが記録されます。そして次のバッターとなります。福留、左のバッターボックスに向かっていきます。最初の第1球、ファウルです。ファウルになります。この回2、ここは走ってきました。あっと強い当たり、打球はライトへ行ったか。ボールか、ボールか、打った、間違いありません。ツーランホームラン、綺麗に捉えた。この名古屋ドーム、ライトのポール際に飛び込みました。8回の裏、ホームランが飛び出しました。三塁ベースを回っています。今ホームインしました。4対3、この勢いは次のバッターへとつながっていくんでしょう。そしてベンチ前、チームメイトの祝福を受けます。2点を返します。これで1点差になりました。さあ、もう1回今のシーンです。そして次の4番、清原、右のボックスに入りました。第1球、最初はストライク、ワンストライク。さあ、2球目、高めのインコース、カウント2ストライクノーボールです。キャッチャーのサインは低いボール、左方向へ。これはサード、一塁へ送ります。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。8回までゲーム終了。しかし、オールセントラル2点を返しています。4対3、最初を得点差にしています。さあ、オールパシフィック、この後6番から始まります。オールセントラル3番手のピッチャーを送ります。平井、1点リードされた場面での登板となります。さあ、どんなピッチングを見せるのか。9回の表、オールパシフィックの攻撃、オールパシフィックのトップバッター、井口、追加点が欲しい展開。まずは出塁したい場面です。どこに入れてくるか。変化球打ちました。左への打球です。ファウルになります。点差変わらず1点差、オールパシフィックがリードしています。2球目、強烈な当たり、セカンドです。一塁送球、一塁、楽々アウトです。井口、セカンドゴロに終わっています。バッター、柴原、バッターボックスに向かっていきます。どう組み立ててくるか。これも強烈な打球、ファーストへの打球、ファーストです。アウト、ナイスフィールディング。いや、なかなかね、軽やかな守備でしたね。さあ、リプレイでご覧いただきましょう。そして次の8番、
川崎、左のバッターボックスに入りました。1投目、これは落ちるボール、中途半端な当たりになりました。一塁に送ります。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。9回の表を終了。9回の裏、最終回の攻撃。その裏の攻撃のトップバッターアリアス、右バッターボックスに入ります。もしホームランですとクリーンアップ全員がホームランですよ。はい、今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打、オールパシフィック。この場面で4番手のピッチャーとなります。豊田、この1点差の場面で登場します。さあ最終回、どんなピッチングを見せるのか。先ほどの打席でセンターへのヒットを放っています。さあ第1球、初球ストライクを取りました。ワンストライクです。第2球はどういく。落ちるボール、打ちました。右へ行った。これは一塁アウトです。アリア、ファーストゴロに終わっています。ワンアウトになっています。どこに出てくるんでしょうか。この回は先頭バッターを打ち取っています。2投目、ストレート打ちました。打球はショートの前、一塁へ。一塁、これは十分間に合います。アウトです。2億、ショートゴロに終わりました。ここでね、ベンチ動きましたね。ランナーが欲しい場面、オールセントラル。ここでとっておきのピンチヒッターを送ってきます。勝負強いバッティングで勝利に貢献、チームを引っ張るムードメーカー、陽気な助っ人アレックス・ラミレス。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、3割3分3厘のアップ、そしてホームランの数が40となっています。このボールはまっすぐ打ちました。セカンド交代します。取りました。試合終了。このオープン戦は4対3、オールパシフィックの勝利となりました。投手リレーで逃げ切りました。さあ、オールセントラル対オールパシフィック、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は田尾康さん、牛島和彦さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。